仮面ライダーシリーズ仮面ライダーフォーゼ、仮面ライダーフォーゼは2011年9月4日から2012年8月26日までテレビ朝日系列で毎週日曜8時8時30分に全48話が放映された東映制作の特撮テレビドラマ作品および作中で主人公が変身するヒーローの名称である平成仮面ライダーシリーズ第13作にして 仮面ライダー生誕40周年記念作品。キャッチコピーは青春スイッチオン宇宙キター。本作品では、東映での小惑星探査機ハヤブサを題材にした映画、ハヤブサ遥かなる機関の制作、スペースシャトル退役など、宇宙関連の話題が相次いだこと、放映年がユーリーガガーリンらによる人類初の有人飛行から50年後であることから、 宇宙をテーマとし、特に宇宙開発を色濃く出した設定となっている。また、ジョン・ヒューズ監督の映画作品を意識したかのような、シリーズ初の学園青春ドラマに沿って物語は進行する。この設定について、スタッフはいわゆるご近所者という校舎に、スケールにギャップのある前者を組み合わせることにより生じる、新たな面白さを追求した挑戦だと語っている。 本作品は主人公の玄太郎が仲間との友情を築き上げることも作品の大きな魅力の一つで脚本を担当することになった中島和樹によるとこの行動には仮面ライダーであることを我々はどう考えるかが軸になっているという本作品では一般人である主人公や敵の人間がアストロスイッチと呼ばれるキーアイテムを用いて 仮面ライダーや怪人へ変身する。怪人の正体が視聴者に判明するまでは声に特殊な加工が施され、仮面ライダー部が犯人の正体を探索するなど、前々作、仮面ライダー W に似た構成となっている。また、W の後半で登場した闇の組織、財団 X は本作品の劇場版でも登場し、後にはテレビシリーズにも登場する。その一方、 世界観は W の風とという都市単位に対し、本作品では天の川学園高校というさらに狭い範囲での物語がなされている。そのためゲストの大半が学園の生徒に限定され、以前に登場した人物が敵となって再登場したり、かつて怪人として仮面ライダーに倒された人物が何らかの形で再登場したりと、 より人物像を濃く描いた部分がある。本作品の企画準備を進めていたところ、2011年3月11日に東日本大震災が発生して、企画作業も諸々に中断したが、やがて再開した。その際、スタッフたちが震災後に登場する新しいヒーロー、その一番手になることに気づき、子供たちをとにかく明るく元気にしたい、という思いを込め、 本作品でそれを実現しようと法ォーゼを日本を元気にするヒーローと定義している。そのため、平成主役ライダーに伝統で取り込まれていたマスクデザインの涙ラインは意図的につけていない。自作、仮面ライダーウィザード以降は前編のメインカメラがアーノルドリヒターのフル HD カメラアレクサに変更されたため、本作品は仮面ライダーゴーストにて再び使用されるまで、 パナソニックのバリカムを使用した最後の作品となった。主人公がリーゼントヘアーであることに対して多くの抗議が寄せられたとされ、次々作、仮面ライダー鎧部、ガイムでメインライターを務めた、ウロブチゲンは本作品の剣を引き合いに出し、抗議を受けそうな要素の除去が徹底していたと証言している。第一作、仮面ライダーが放送されてから40年目にあたる。 年に放映が開始された本作品は、口述するようにシリーズを意識した設定がなされている。テレビシリーズ以外での他の仮面ライダーシリーズとの関連は、多媒体展開を参照。スタッフは、テレビシリーズでの過去の仮面ライダーとの共闘は、仮面ライダーディケードで行ったので、極力別の路線で制作したいと発言している。西暦2011年。 天の川学園高校に、リーゼントに、丹ンという往年の突っ張りスタイルの転校生、更木更ら玄太郎がやってきた。教室に入ってきた玄太郎は、この学校の生徒全員と友達になると宣言する。彼の言葉に困惑し、呆れる生徒たちをよそに、幼馴染みの城島祐樹は、彼との再会を喜び、同じくクラスメートで登校中に彼と一文弱、起こしていた歌。 星健吾は、嫌王感を隠さずにいた。一方、勇気に学内を案内された、玄太郎だったが、この天の川学園高校は、学園一の情報通、JK を、はじめ、非常に個性豊かな生徒たちが多い学校であることを知り、さらに学園のルールを知らなかったために、学園ヒエラルキーの頂点に立つ、アメフト部部長の大文字はやぶさと千ア部部長の風情、ミワに目をつけられてしまうなど、 投稿初日から様々なトラブルに遭遇してしまう。そんな中、玄太郎の前に突如、ゾディアーツと呼ばれる怪物が現れる。玄太郎は勇猛果敢に立ち向かうが、叶うはずもなく、剣吾が操縦するパワーダイザーの援護もあってその場を切り抜けた。本格的に活動を始めたゾディアーツと戦うため、剣吾は、ホーゼドライバーを装着しようとするが、元来の病弱体質がたたり、 勇気に止められる。それを見かねた玄太郎は剣吾からドライバーを奪い、彼に代わって法勢に変身する。ゾディアーツを退けた玄太郎は戦いの一部始終を見ていた少女のザマユ子コからネット上にある都市伝説の一つ仮面ライダーに似ていると言われ、仮面ライダー宝ゼと名乗るようになる。こうして学園生徒全員と友達になる目標を掲げた。 学園生活を送りながら勇気と共に仮面ライダー部を結成した。やがて、そんな玄太郎の人柄に触れることで彼と友情を交わした、春、美和、優子、JK、そして健吾を加え、仮面ライダー部と玄太郎イコール仮面ライダーフォーゼの学園の平和を乱すゾディアーツとの戦いと青春の日々が始まった。基本的にテレビシリーズにおけるもの。 最終回から5年後の世界を描く、劇場版、ムービー対戦アルティメータムなどの客演作品における、設定、活動について、見出しで節を分けて記述。玄太郎、流星、我が持ちの3人は、仮面ライダー部の部室が月面にあるため、月にちなんだネーミングとなっている。各自の入部した時系列は、用語の仮面ライダー部の項目を参照。 ゾディアーツなどの設定は用語を参照。本作品における仮面ライダーとは人知れず人類の敵と戦うと都市伝説で語られるヒーローの故障である。天の川学園高校で暗躍する怪人、ゾディアーツにフォーゼシステムの力で立ち向かう木更木、玄太郎は伝説になぞらえて自らを仮面ライダーフォーゼと呼ぶのだった。本作品の制作において 最初に決められたモチーフは学園である。しかしこのコンセプトはドラマを作る上では有効でもヒーローキャラクターの造形には生かしづらいためデザイン集団のプレックスは悩むこととなった。そこで東映の塚田秀明プロデューサーは玩具開発チームに対し宇宙を第二のモチーフとして提示した。番組制作時の2010年には小惑星探査機、はやぶさの期間、 番組放映時の2011年には、スペースシャトルの引退や、ユーリー・ガガーリンの友人宇宙飛行50周年と、宇宙関連のニュースが相次いでおり、また学園という小さな環境と対比させるのにふさわしい大規模なテーマだったためである。東映側の提案により、企画の進行は一気に加速した。前作、仮面ライダー・オーズ、オーズが肉体変化するヒーローであったため、 本作品の仮面ライダーが力を発揮する手段は、スーツ装着、すなわち、最新の宇宙服をまとうこととなったのである。木さら玄太郎が、ホーゼドライバーとアストロスイッチを用いて変身する戦士。本来は、宇宙空間でのワープ広報による、ワープ時の衝撃用に開発された特殊な宇宙服で、あり、歌、星六郎が、 息子の剣後に残したものだが、剣後にシステムを運用するだけの体力がなかったため、源太郎に託されることになった。宝税ドライバーに装填する各種アストロスイッチに応じ、宝税モジュールと呼ばれるマルチパーパスユニットシステムと呼ばれる多目的ユニットシステムを子に装着することができる。ベースステーツ宝税の基本形態。専用の武器はないが、汎用性が高いため多用される。 背面には、ジェットパックユニットスラストマニューバーがあり、空中での姿勢制御を可能としている。変身に際しては、4つのアストロスイッチを、ホーゼドライバーに装填した上で、トランスイッチを右から順に押していき、最後にエンターレバーを倒す。すると変身者の頭上に、ゲートが出現し、そこから神秘の宇宙エネルギーコズミックエナジーが、降り注いで、 スーツを物質化することにより変身が完了する。この時玄太郎は、決まって、宇宙来た。と叫び、両手を突き上げていた。エレキステーツエレキスイッチの力でステーツチェンジする、電気属性形態。スイッチの初回起動時は、右腕のみが変化し、攻撃時には、電流が逆流して、ホーゼ自身にもダメージを与えた。しかし玄太郎が、 裏切り行為を働いた JK を許して、癖がある奴は、ねじくれてひん曲がった部分も含めて受け入れるという、度量を示したとき、完全なステーツチェンジに成功した。エレキスイッチは右腕に装備される、サークルモジュールに属しているが、他のスイッチに比べて強大なパワーを持っているため、その効果によりフォーゼの全身が変化するのである。企画段階では、40種類ものモジュールを使いこなす。 ほ然ぜにホームチェンジは不要ではないかという意見もあったが、それでは販売できるフィギュアや武器の玩具の種類が少なくなってしまうため、バンダイ側の要望により、特別に強力なスイッチによって、携帯変化する設定となった。全身を覆うグラストリックガーメントは金色で、くしゃくしゃとしたシワが目立つが、これは、塚田プロデューサーらが、NASA 見学に行った際の土産である。 スペースブランケットを参考としている。左右の肩に3機ずつ、計6機装備された電気エネルギー蓄積装置、ボルトラムチャージャーは、電電太鼓がモチーフ。右腕のモジュールベースメントは、過電流状態を防ぐ安全装置アースベースメントに変化している。なお、右手の強化装甲スパークナックルはパンチと同時に、電流を流し込むことで敵に与えるダメージを増大させるとされるが、 エレキステイツは常にビリーザーロッドを傾向しているため、右手が素手という状況は基本的にありえない。顔面を守る超光質のハイパーカーボンプレートには電気エネルギー流道路である稲妻状のマークが浮かび上がっている。副眼ゲージバイザーには磁場の乱れに対応したフィルター層が追加されているため、色が青に変化している。 耳の部分に当たる感覚センサーエレクトロシャンクはパンタグラフがモチーフである。ファイヤーステーツファイヤースイッチの力でステーツチェンジする炎、高熱属性形態。ファイヤースイッチは右腕に装備されるサークルモジュールに属しているが他のスイッチに比べて強大なパワーを持っているため、その効果によりフォーゼの全身が変化するのである。すべてを受け入れようとする。 ゲンタロウの広い心によって、スイッチの能力が引き出されており、敵の熱攻撃を吸収して、自身のエネルギーに変換することもできる。全身を覆うヒートスタックガーメントの色赤。左右の肩には、三角形の熱エネルギー蓄積ユニット、フレーデルタチャージャーを6機装備する。右腕のモジュールベースメントが変化した、余分な熱エネルギーを放出し熱の過剰吸収を、 防ぐ安全装置コロナベースメントはガスコンロをモチーフとしている。なお、右手の強化装甲フィーバーナックルは鋼鉄をも溶解させる高熱の攻撃を繰り出せるとされるが、ファイヤーステーツは常にヒーハックガンを傾向しているため、右手が素手という状況は基本的にありえない。マグネットステーツ、N マグネットスイッチと S マグネットスイッチの力でステーツチェンジする。 磁力属性形態。NS マグフォンを二つに分割し、N マグネットスイッチをフーゼドライバーの右端のソケットに、S マグネットスイッチを左端のソケットに装填することで変身完了する。この時源太郎は決まって割って刺す。と叫んでいた。磁力を操ることが可能で、両肩に装備された強力電磁投射砲、マグネットキャノンから放つ S 極。 N 極の電磁エネルギー弾を秒速7キロで連射して戦う。重量の増加からジャンプ力は他の携帯より低下しているが、背部のブースターユニットリパルシブマニューバーの出力を上げれば空中浮遊も可能となる。また、両腕ともステーツチェンジに使用しているため、右腕だけでなく左腕も他のモジュールが使えないが、鉄鋼メタルバックフィストが磁力を制御して、 拳の動きを加速させるため、パンチの威力は増している。磁力の制御に必要となる強力なバッテリーアーマーブロックを背部に搭載しているため、胸部走行チェスターラックは大型化しており、マグネットキャノンの反動や自長の増加による負担を軽減するため、頭部フレームハーフトップギアが固定されている。その結果、頭部が肥大化したずんぐりむっくりのシルエットとなっているが、これは、 戦外活動で用いるバックパックを背負った状態をイメージして造形されたもの。ホーゼの初期デザイン案の中には二等身キャラクターのようなものがあり、そのコンセプトを再利用する形での採用となった。コズミックステーツ40番目のスイッチである、コズミックスイッチの力でステーツチェンジした究極形態。強大な力を秘めたコズミックスイッチの使用に際しては、 安全性確保のためやや複雑な手順を踏む必要があり、ホーゼドライバーの右端のソケットに挿入した後、まずはアイドリングスライダーを操作してゲートホルドハッチを開放する。次にハッチの下から出現したエンハンスドキーを押してスイッチを起動させる。すると1番から39番までのアストロスイッチが召喚されてホーゼの体に吸い込まれていき、 コズミックステーツの姿へと変わるのである。みんなの絆で宇宙をつかむ。という変身時の決め台詞が象徴するように、コズミックステーツは、ゲンタロウと仮面ライダー部の仲間たちの絆によって成立している形態である。そのため、もし彼らの友情が揺らぐようなことがあれば、変身は解除されてしまう。胸には、アストロスイッチのパワーを収納した。 エネルギー制御装置スイッチングラングがあり、描かれたマークに触れることで対応するスイッチの能力を解放できる。複数のスイッチ能力を融合させて使うことも可能であり、その組み合わせにはモジュール装備部位の制限がない。全身を覆うコズミックガーメントは構造こそベースステーツのアセンブリガーメントと同じだが、コズミックエナジーで包まれているため青色に変化して見える。 従来はステイツチェンジしても形状変化しなかった四肢のモジュールベースメントもコズミックエナジー供給コネクタを接続したモジュールデッカーとなり青が差し色に加わっている。さらに背面のスラストマニューバもワープドライブ中の推進機能を加えたコズモマニューバへと強化されている。浴場の剣部装甲スペリオルフラッパーが装備されたことでシルエットはがっしりとしたものとなった。 テレビシリーズ以外の作品に登場する仮面、ライダーフォーゼ仮面ライダーフォーゼのアストロスイッチとモジュールアストロスイッチとは宇宙空間に存在する未知のエネルギーコズミックエナジーの力を利用可能とするための小型装置であり、起動することで仮面ライダーフォーゼの戦闘を支援するマルチパーパスユニットシステムフォーゼモジュールを物質化する。スイッチは1番から40番まで存在し、 銃の倍数に当たるものは、フォーゼをステーツチェンジさせる、特に強大な力を備えている。開発したのは主に歌、星六郎であり、彼の死後、息子の歌、星健吾に、フォーゼドライバーともども託された。しかしスイッチは、そのままでは、使用不可能なブランク状態であったため、ンゴは一つずつ研究を重ねて調整し、順番に実用化することでフォーゼの戦力を高めていった。 ホーゼが使用するスイッチとモジュールの効果は以下の通り。カラーは、ホーゼグラデュエーション仮面ライダーホーゼ公式特本より、劇中には仮面ライダーホーゼが使用する蒸気のもの以外にも重要な役割を果たすスイッチが登場する。仮面ライダーホーゼの専用、支援ビクルマシンマッシグラーオストが開発した仮面ライダーホーゼ専用のオービター兼モーターサイクル。 元々は歌、星健吾が使用していたが、宝税システムとともに、ひさらぎ、太郎に託され、普段は玄太郎の自家用バイクとして活用されている。なお正式名称は ORB-40 回であり、マシンマッシュグラーとは玄太郎による命名である。次世代型水素燃料エンジンハイドロフューエルエンジンを搭載。内蔵されたドライビング AI により、 遠隔操作による無人走行が可能で自動走行用センサーにより手放しでも運転可能。宇宙空間での運用を想定しているため、車体は耐衝撃性や耐熱性に優れた強固な作りとなっている。武装類は特に装備されていないため、戦闘時は体当たりが主な攻撃手段となる。パワーダイザーとの連携により軌道打ち上げが可能となり、 生装圏まで到達できる。パワーダイザー月面基地での土木作業用に、オストが開発した可変型パワードワーカー。普段は、あまネダカの物置に隠されている。人型作業形態ダイザーモードは、主に、ゾディアーツとの戦闘に用いられた。初心者でも乗りこなせるほど操縦は簡単だが、肉体にかかる負担が大きいため、アメフトで鍛えた、大文字ハヤブサが、メインパイロットを務めた。 腕、グラップルワイヤーを武器とする。探査用車両携帯ビークルモードは移動の際に用いられるほか、体当たりや小型ミサイルで戦闘を支援した。操縦者が直接運転する以外に、アストロスイッチカバンによる遠隔操作も可能である。資材などの射出、運搬携帯ターモードは、マシンマッシグラーを宇宙まで打ち上げるための発射台として用いられる。 膨大なエネルギーを内包しているため地上で爆発させると周辺に被害を及ぼすゾディアーツはタワーモードの打ち上げで宇宙まで運んで倒すのである。仮面ライダーフォーゼ・ザ・ムービーみんなで宇宙来た。では、衛星兵器セベンティンの内部に3機のパワーダイザーが格納されており、仮面ライダー部の面々によって運用された。流星がメテオドライバーとメテオスイッチを使用し、 人工衛星、M バスから照射される、コズミックエナジーを浴びて変身する戦士。変身後は、青い球体に包まれて、空中を高速移動し、戦場に現れる。決め台詞は、お前の運命は、俺が決める。当初は、変身に際して、M バスにいる立花の認証を必要としており、流星が立花の意に沿わない行動を取った場合は変身する、資格を剥奪された。 例として、立花と流星の間には、メテオの変身者を敵に知られてはならないという取り決めがあり、キャンサー・ゾ・ディアーツ、鬼島かに正体を知られた流星は、変身不能となったことがある。立花が仮面ライダー部の前に直接姿を現して、以降は流星の意志で変身が可能となった。メテオに手持ちの武器はないが、流星が星心大輪剣という憲法の、 達人であるため、高い接近性能力を備えている。仮面、ライダーメテオストーム新たに立花から送られた、メテオストームスイッチを使用して変身するメテオの強化形態。メテオの姿から2段変身するのが原則であり、まず、メテオドライバーのメテオスイッチを、メテオストームスイッチに交換すると、メテオストーム、と、音声が発せられる。 ついで左手の人差し指で指紋認証を行うと、メテオ、オン、レディの音声と共にスイッチが点灯する。最後にストームトッを回転させると、スイッチからコズミックエナジーが過剰に広がってメテオの全身を包み込み、メテオストームの姿へと変える。なお、サジタリウス・ゾ・ディアーツとの初戦では、流星がメテオストームに直接変身しているが、 その時は一瞬メテオの姿を経てからメテオストームになっていた。通常のメテオに比べてパワーと走行が強化されており、また新たにメテオストームシャフトを手にしたことで攻撃力が格段に増している。仮面ライダーメテオの専用ビークルマシンメテオスターは仮面ライダーメテオが戦闘時に使用するモーターサイクル。メテオは変身後に青い高級となって、 飛行移動するため、戦場に駆けつける目的で使用されることは少なく、変身前の1日多流星の姿で乗ることも稀で、ある。開発者や設計者は不明だが、マシンマッシグラーとの共通点が多いことから、立花がマッシグラーの技術をもとに作ったと思われる。開発コードは MBM3000X。 次世代型水平対抗6気筒水素燃料、エンジンドロップボクサーエンジンを搭載。車体後部には太陽光発電用に2枚のソーラーレイパネルを備える。戦闘に際しては LED 式ヘッドライトメテオフラッシャーからエネルギー弾を発射するほか、車体を発光させて体当たりする戦法を取る。立花が遠隔操作することも可能で第41話で仮面。 ライダーフォーゼに課した特訓の中で妨害手段として活用した。この時フォーゼは逆にメテオスターを奪い取って乗りこなしてみせた。仮面ライダーフォーゼや仮面ライダー部の活動を支援する小型サポートドロイド。ラビットハッチに残された図面をもとに歌、星健吾が開発したもので、命名はジョージ・マユウキによる。対記事は 食べ物や飲み物の姿を模したフードモードを取っており、それぞれに対応したアストロスイッチをスイッチソケットに挿入することでロイドモードに変形し自立行動する。ハンバーガーに擬態したフードモードからカメラスイッチで起動する小型ロボット。両手はハンバーガーの具材部分が変形したもので、右がフレッシュレタスハンド、左がテイスティートマトハンドと呼ばれる。 脚部は移動用のローラーバンズスピンドルとなっている。頭部の高性能カメラスコープ 3D スクープショットによって映像を記録し、また逆に立体映像を空中に投影することもできる。この機能を活かした偵察や情報収集が主な任務であり、取得したデータはラビットハッチやアストロスイッチカバンへ転送される。バガミールで直接データを閲覧したり、 インターネットに接続するといった使い方も可能である。仮面ライダー仮面ライダーホーゼオーズムービー対戦メガマックスには、サキなでこ、宇宙生命体ソルが作り出した5段重ねのメガバガミールが登場している。フライドポテトに擬態したフードモードからシザーススイッチで起動する小型ロボット。ロイドモードはどこかヤドカリを思わせる造形となっている。 両目に当たるカニ目では、丸目だったバガミールと比べると意地悪っぽく、細められている。脚部フライドウォーカーは、複数のスティックを高速で前後に動かすことで、移動する。前面に2つ備わったパワーカッターチョッキングピンチは、強力で、鋼鉄板や鉄骨をも切断できる。この機能を活かした、障害物の除去や、アストロスイッチの運搬が、主な任務となる。 シェイクの容器に擬態したフードモードからフラッシュスイッチで起動する小型ロボット。ロイドモードはペンギンを模した形態となっている。容器の蓋に当たるハイドカバーが持ち上がって頭部、ユニットグレーシャーヘッドが露出し、ボディ側面にはバランスを保つための安定翼フラッパーウィングを展開する。目の部分、フラッシュアイルズからは直視した人間の視力を 約3分も奪う強力な閃光を放つ。この機能を生かして敵をか乱したり味方の撤退を支援することが主な任務となる。ホットドッグに擬態したフードモードからスコップスイッチで起動する小型ロボット。勇気のイラストデザインをもとに作られた。ロイドモードは犬を模した形態となっている。脚部マーキングキャタピラは無限軌道を回転させるのではなく、 個々のエッジを高周波振動させることで移動している。前面に備わったバケットホレットド,ドーザーは強力で、土壌に留まらず硬い岩盤をも掘り抜くことができる。この機能を活かした埋蔵物の探索を主な任務とするほか、地上での策的にも活用される。他のフードロイドと比べて人懐っこい一面があり、第19話では、剣後と仲互いして落ち込むキサラギ ゲ太郎を慰めていた。また、NS マグフォン紛失騒動の際には、の、ザマユーコの手で起動されると、地中から目標物を掘り起こしてくる成果を上げた。ソフトクリームに擬態した、フードモードから、フリーズスイッチで起動する、小型ロボット。ロイドモードとなると3枚の回転翼、ストリーミングファンが展開し、1分間に約1600回転して、 風速200メートル以上の風を発生させる。この風で揚力を生んで短距離の空中移動を可能とするほか、冷気噴射装置、クーリングシャワーからの空気を放って敵を攻撃する。この時、脚部バイコーンホットの先端のクローを地面に打ち込むことで姿勢を安定させる。チキンナゲットの容器に擬態したフードモードからジャイロスイッチで起動する小型ロボット。 運搬トレイキャリアーバスケットを後部に展開したキャリーモードとなれば他のフードロイドやアストロスイッチを運搬できる。簡易型 AI を搭載したサブユニットツナゲットを4機搭載しており、それぞれが独自の判断で活動して敵の追跡や隠乱を行う。ツナゲットは勇気によって木製のガリレオ衛星にちなんだ名称が付けられており、ピンクの目が投げロパン、緑色の目が投げを。 黄色の目が投げ目で赤い目が投げストとなっている。このうち投げロパは第41話でバルゴゾディアーツによって破壊されているが、その際に放出されたコズミックエネジーの痕跡を他のツナゲットたちが立花の体から感知して両者が同一人物であることを暴き仲間の胸を晴らしてみせた。王道中に星座と宇宙飛行士を掛け合わせた造語。 人間がゾディアーツスイッチの力によって物質化したコズミックエナジーによるエネルギー体をまとって変身した怪人。共通して金属状の小さな仮面をつけ各所に星座をイメージするコアとそれを結ぶスターラインがある。コアは変身時に星座をかたどるエフェクトで現れて発光。それをまとうことで変身する。変身中は変身者の声にエコーがかかる。 怪人であるエネルギー体をフォーゼの力によってデリートしても、スイッチャー自身にダメージが及ぶことはなく、スイッチャーがスイッチを再起動することで、ラストワンまで復活するため、活動を停止させるにはスイッチをダッシュすることが条件となる。中には、スイッチャー自身の潜在能力と強く純粋な感情が相乗し、我が持ちが進化と称するような予期せぬ変異が現れることもあり。 その資質はホロスコープスへの進化の可能性にもつながる。これは、ホーゼのアストロスイッチも例外ではなく、ゲンタロウの皆と親友になるイコール全てを受け入れるという姿勢からステーツチェンジへの覚醒やその形態での固有能力を発現させるという現象が起きている。7年前にリブラがスコーピオンの覚醒に立ち会っていたことから、その時点ですでに暗躍していた模様。 また、アリエスなどの例外を除いて、ゾディアーツは、主に天の川学園周辺で活動しているが、これは、ザホールの影響下にいることが覚醒につながるためである。個別名称は、基本的に、ゾディアーツとなっている。天の川学園高校の各地で暗躍するゾディアーツの一団。十二星座の使徒と名乗り、通常のゾディアーツとは、格が違うと言われるほどの強大な力を秘め、 一部のものはテレポーテーション能力を持つ。仮面ライダー部からはマント付きまたは幹部と呼称される。仲間内では自らの星座の名をコードネームに使用している。その正体はスイッチャー自身の素質により本来の最終形態とされるラストワンを超越、進化し、王道中に星座の力を宿すようになった存在。そのため、 元の姿は十二星座とは異なる能力を持つ、ゾディアーツである。進化の際は、元となったゾディアーツが、抜け殻となった肉体を吸収し、元のゾディアーツから脱皮する。ラストワンを超越した結果、スイッチは前日のホロスコープススイッチとなる。学園理事長である、我が持ちを司令塔とし、基本は対等であるもののメンバーの間には微妙な格差が存在する。 理事長室の赤い壁と天井に星空が広がる隠し部屋を本拠地にしており、活動には財団 X による資金援助を受けていることが明かされている。物語開始時点で存在していたメンバーは、リブラレオ・バルコ・スコーピオンの4体のみで、劇中にて残りの使徒が相次いで覚醒している。彼らの目的は自分たちと同様に、 ラストワンを超越した十二使徒となりうる存在を覚醒させることで十二使徒で構成されたホロスコープスを完成させ我が持ちの提唱する人類の救済計画覚醒の日を実現することであるそのため覚醒する可能性を持つ生徒にゾディアーツスイッチを提供し彼らの個性に応じたスイッチの進化を観測している彼らが生徒にスイッチを手渡す際宇宙に夢を 星に願いをと対象などに呼びかける。その最終目的は、覚醒を果たした12個のスイッチにより、コズミックエナジーを制御し、ザ・ホールにダークネビュラを発生させ、我が持ちをプレゼンターの下にワープさせることであることが、早見の口から言及されている。物語後半で、彼らの計略による法税を利用した、アマネダカとシエのコズミックエナジーの一極化と、リブラの超新星。 ラプラスの瞳覚醒が果たされた結果、確実にホロスコープス候補を特定し、覚醒させることが可能な状態となった。外見は進化した証として、最上級を表す黄金の仮面に、他のコアとは異なる色や形状をした再構成、戦闘時以外に羽織る金色の刺繍が施された黒いローブが特徴で、このローブは薄い材質でありながら、 ある程度の攻撃を防ぐ盾として使用可能。なお、ライダー部の面々は彼らが学園関係者であることは終盤まで認識しておらず、正体が露見していたのは作中で覚醒したもの,のみであった。有能であれば自由な行動を取ることができ、多少の無礼な態度も許されるが、失態を犯した者は容赦なく、切り捨てられダークネビュラへ転送される。 ただし、その功績によっては、記憶消去のみで済ませる場合もある。ホロスコープスたちがライガーに倒された際、スイッチャーの命よりもスイッチの回収が優先されるのは蒸気の目的遂行が起因しているためである。また、コミック版独自の展開では、過去に倒され、スイッチャー不在になっていたホロスコープスが意志を持ったエネルギー体として単体復活するという現象も起きている。 当初は複数話にかけて登場するものばかりだったが、アリエス・ゾディアーツの登場以降に登場する、ホロスコープスの大半はゲスト怪人として登場した。ゾディアーツ関連の用語は、ゾディアーツ関連の用語を参照。天の川学園高等学校のロケーション場所、高崎商科大学記載しているのは、公式サイトにレギュラーとして扱われている人物、または、 仮面ライダー部及びホロスコープスの関係者である。スタッフは仮面ライダー W 以来の起用となる人物が多数おり、プロデューサーは本シリーズでは2回目の起用となる塚田秀明、メインライターは同作品にゲストライターとして参加した中島和樹を起用し、逆にメインを務めていた三条陸はサブライターとして参加する。音楽は仮面ライダーディケード、 仮面ライダー W のなる世襲平が単独で務める。クリーチャーデザインはシリーズ初参加である漫画家の浅見明が担当。演出では仮面ライダー W に参加した坂本光一がシリーズで初めてのメインを担当。パイロットや最終エピソードのほか2度にわたってにエピソード4話連続での演出を成し遂げ、演出担当は 石田秀典や諸田里氏と同じ12話分に及んだ。また、仮面ライダー竜技以降より助監督を担当してきた山口京平が本作品にて、テレビシリーズの演出デビュー、4本のエピソードを担当。その他、これまでほぼスーパー戦隊シリーズに専任していた渡辺克也が仮面ライダーアンギト以来、約10年ぶりに仮面ライダーシリーズに参加した。本作品では、 W 同様に出演者ではなく、プロの歌手が一部番組限定ユニットとして挿入歌を担当している。メイン、C のケージ、栗林・みなみなど、著名なアーティストが担当しているのも特徴である。異色の要素として、従来のように各形態ごとに曲を分けず前半は、ジャイアント・ステップが、ベース、エレキ、ファイヤーの3ステッツ共通曲となっている。出演者による、 キャラクターソングは劇中でも使用された、頑張れ、はやぶさくん、はやぶさメタル、ラブイズ・オーバードライブ、親父のブルーズが存在している。サブタイトルは、といったフォーマットにのっとり、その回のテーマに合わせた4文字の漢字が入る。本作品も従来の平成仮面ライダーシリーズ同様には完結の前後編形式となっているが、W 同様前編と後編で、 本編終了時に挿入されるエフェクトが異なっており、前編は画面右上と左下にラインが斜めに表示され、本編映像が中央部に挿入され画面右上に 2BE Continued と表示される。一方後編は画面右下にタイトルロゴが表示されるだけにとどまっている。また本作品も前作、オーズと同様に全エピソードが完全に前後編として、 構成されている。突起のない限り、仮面、ライラー、ポーゼが各作品に登場。突起事項がない限り、バンダイナムコゲームスからの発売による。いずれも、発売元は、東映ビデオ。ありがとうございます。